蘇る恐竜の時代は、クリエイティブ・ディファレンセズ・プロダクションが制作した、アメリカ合衆国の4部作からなる、自然ドキュメンタリー番組、CGI を使用して、恐竜や、中世代の他の動物が描かれている。ディスカバリーチャンネルとサイエンスチャンネルで、初放送された。評価は、賛否両論で、漫画的なトーンで描写されている点が批判の、理由とされた一方、 教育的な内容と全般的な勢いが評価された。プリプロダクションから数ヶ月後、2009年の春にシリーズの制作が始まり、完成までに3年を要した。このシリーズは中世代の様々な環境を舞台にした短編、長編のストーリーで構成されている。もともとはレイン・オブ・ザ・ダイナソーズという題で構想されており、またドキュメンタリーではなく、ナレーションを用いない。 リカルド・デルガドの漫画エイジ・オブ・レプタイルズを原作とした6時間に及ぶ架空の物語として計画されていた。サイエンス・オブ・レイン・オブ・ザ・ダイナソーズというシリーズの各エピソードが本作の各エピソードと対応して続いており、そこで研究者が出演してシリーズの根拠を説明し、想像による部分を指摘している。マーケティング戦略の一環として放送局や 制作会社によるカットや変更が加えられたため、最終的にダイナソーレボリューションに解体し、科学者による短い解説やコメンテーターを挟んだ伝統的なフォーマットに組み替えられた。また、予定されていた6時間構成から4時間構成へのカットも行われた。完成した4話のエピソードのうち、もともと第1話では合衆国南東部の三条系であるチンレ類相が舞台となり、 コエルフィシスやプラケリアスやポストスクスの登場が予定されていた。しかし、制作の間にこのシーンはより古い地層であるアルゼンチンのイスキガラストル層に変更され、登場する生物もエオラプトルとイスチグアラスティア及びサウロスクスに変更された。このため、劇中のイスキガラスティアのモデルは解剖学的にはプラケリアスのままになっている。 クリロフォサウルスとグラシャリサウルスのシーンは、スペインのテネリフェージまで撮影された。第2話の舞台となった、ローリンハルイソウ、第2話ザ・ウォータリング・ホールは、もともと北アメリカ大陸西部に広がるジュラ系、モリソン・ルイソウに焦点を当てることが予定されており、数多くの恐竜が登場する予定であった。科学コンサルタントのトーマス・アール・ホルツ・ジュニアの提案で、舞台はポルトガルに分布する。 同時代のローリンハルイソウに変更され、登場予定の種も変更された。この変更により登場することになった恐竜には、ドラコニクスがいる。同様に、第3話の舞台である、白秋のモンゴルのシーンも、ジャドフタソウではなく、バヤンマンダフルイソウが採用された。そのため、ベロキラプトルモンゴリエンシスや、プロトケラトプスアンドリューシではなく、ベロキラプトルオスモルスカエと、 プロトケラトプスヘレニコリヌスが登場した。竜脚類の尾で下顎を負傷したアロサウルスなど、ザ・ウォータリングホールでの出来事は、ホルツ自身の研究に基づいている。本シリーズに登場する種の大半は、ポルトガルの古生物学者、オクタビオ・マテウスにより報告されたものである。なお、完成した番組で紹介されたすべての動物が、化石記録の特定の種に基づいているわけではない。 ユタラプトルのシーンでの水星はに形上目や、アンハングエラのシーンの肉色、ノトスクス類など、意図的に名前を伏せられたものいる。制作に参加したアーティストには、デイビッド・クレンズ、リカルド・デルガド、トム・デ・ロージア、ミシ・マッケーグ、ピート・ボン・ショリー、イアン・マッケーグがいる。また、インスピレーションを与えた作品として、クリエイターが挙げているものには、ルーニー・トゥーンズ、アバター、 カール爺さんの空飛ぶ家、ウォーリーがある。エピソードに登場する生物のモデリング・テクスチャリング、ペインティングは、ゼブラッシュを用いて、クリエイティブ・ディファレンセズが行い、アニメーションとレンダリングは、クリエイティブ・ディファレンセズの、数多くの下請け企業がマヤを用いていった。モントリオールのモッコやイギリスのソース FX、ハワイアニメーションスタジオがこの工程に参加した。ミニチュアのセットと、 物理的な特殊効果は、監督のジョン・ティンダルが、ロサンゼルスのティンダル・ビジョン・ラボラトリーズで設計、撮影した。セットの中には、小惑星が衝突した後の世界を舞台にした、トロードンのシーンも含まれている。また、このシリーズのフッテージを、ベルナー・ヘルツォーク監督による、長編映画に組み込むことも計画された。ディスカバリーチャンネルから認められた場合、BBC の ウォーキング・ウィズ・ダイナソーの映画版よりも先に公開される予定であった。当初、ディスカバリーチャンネルが発表したプレスリリースにより、このシリーズの制作に関して混乱が生じていた。クリエイティブ・ディファレンセズではなく、ピクサー・アニメーション・スタジオにより制作されたと信じられていたのである。第4話の舞台である、ヘルクリー・クルイソ・スピノサウルスやメガプノサウルス、プラコドス、ミクソサウルス、 ノトサウルス、イグアノドン、アギリサウルス、プレノケファレの登場するエピソードはカットされた。プレノケファレのモデルは第4話の肩頭流類に流用された。生物学教授、マイケル・ハビブの提案する未知の抑流が登場するシーンも計画されたが、ディスカバリーチャンネルでの放送には間に合わなかった。制作に参加したアーティストのピート・ボン・ショリーは、 このような制作方法やカットの仕方を残念に思っていた。彼曰く最高のシーンが未発表のまま残されており、ストーリーの質ではなく、制作の進捗を判断材料にしてカットが行われていたと主張している。一方、監督のデイビッド・クレンツは、カットが物語の質に基づくものであったと主張している。さらに、関連する。 科学的発見が発表された時期が遅かったため、番組に反映させることができなかったこともある。例えば、第1話で登場した劇中のモササウルスには、枝分かれした尾びれが存在しない。クレンツイわく、現実のモササウルス類でその痕跡が発見されたのは、CGI モデルの完成直後であった。みえる恐竜の時代の第1話と、第2話は、 ディスカバリーチャンネルにて2011年9月4日に放送された。第3話と第4話は同月11日に放送が予定されていたが、アメリカ同時多発テロ事件から10年という節目の日であったため、スケジュールはテロ事件に関連した番組と差し替えられた。第3話と第4話は9月13日にサイエンスチャンネルで放送された。日本では以下の日程で放送されている。 蘇み返る恐竜の時代は、一般に批評家から良い評価から、賛否両論の評価を受けた。スミソニアン氏のリリー・ブラックは良質なアニメーションと科学的内容の欠如に触れて、番組を批評し、科学ドキュメンタリーというよりも、むしろ恐竜の物語だと表現した。ホルツはこのレビューに対し、番組へのブラックの批判に同意する、胸のコメントを残した。 ニューヨークポスト紙のテレビ評価、リンダ・シュタージは番組があまりにも賢そうに見せかけていると批判した一方、番組が視聴者に興味深いことをたくさん教えてくれていることを認めた。ポップマターズのロス・ランガジャーは、ブラックやシュタージと同様の懸念を表明し、科学的内容が欠けていると批判した。しかし、物語については独創的であると評価した。 バラエティ氏のブライアン・ローリーは、肯定的な意見を述べており、画期的な内容がないと批判しつつも、戦死時代の惑星の生命を味わわせることは、賞賛に値する決定だと論じ、興味深いアイデアとも言及した。デイリーニューズ紙の批評家、デイビッド・ヒンクレイも、番組を批判したが、素晴らしいとも述べている。2012年には、蘇る恐竜の時代の使用済み映像を呼び、 未使用映像を使用した長編映画ジノタシアが劇場公開された。この作品は蘇る恐竜の時代の原型に近い形で制作されている。ありがとうございます。